間抜けな音と言ったらのんびりのんきなのび太のナの音だ。これさえあればやったぞ。音楽の授業がなくなった。音楽そのものがなくなっちゃったんだ。別にいいじゃない。音楽がなくなるとどういうことになるか。何かしら、あの子が歌ってる。行くよ。いや、面白くなってきた。ようこそファーレの殿堂へ。ファーレの殿堂。ファーレとは音楽です。僕らが音楽の達人。ファーレの殿堂を復活させてほしいのです。俺たちの出番だ。奏でる音楽で世界を、地球を守るんだ。みんなで音楽するって楽しいね。